はい、どうもトラキチの無課金ハオーロードオリックス純正編です。今日でログインが、697日目ですね。はい、現在2021年11月4日の15時57分なんですけども、今回はですね、ちょっと契約書と、ミキサーの方をしたいなと思うんですけども、A ランクチーム契約書を、3枚開封します。3枚ありますんでね、開封してその後に A ランクチーム、ミキサーも、3回ですね。はい、3回やりたいなと思います。はい、A ランクチーム契約書3枚、 A ランクチーム、ミキサー3回やりたいなと思います。まあ明日からね、ちょっとスタミナ2分の1も来ますんで、まあそれもありますしね、ちょっとオリックスのね、 A ランク選手まだまだ欲しい選手いっぱいいますんでね、 A ランクチーム契約書3枚、 A ランクチーム、ミキサー3回やって、オリックス純粋強化したいなと思います。はい、一応その前に欲しい選手ですね。はい、欲しい選手の確認しておきます。ですね、ヒギンス選手、シリーズ2ですとヒギンス選手で、田島選手で、富山選手、山崎選手、この4名が、S ランクを持ってて極みではありませんので、ぜひシリーズ2やとこの4名来てほしいなと思ってます。はい、あとシリーズ1ですと、まあ、まだまだね、ちょっとA ランク5枚以上の選手まだまだ少ないんでね、まあ、できれば、5枚以下の4枚以下の選手ね、来てくれると嬉しいんですけどもね、まあ一応まあ称号用とか持ってるのは吉田選手とかね、山岡選手とか山本選手とかね、この辺りは称号用も紅林選手もそうですけども持ってるんでね、これ以外で、この辺り以外で来てくれるとまあ一番嬉しいかなと。まあシリーズ1でもね、このヒギンス選手とか、田島選手とかね、来てくれると嬉しいんですけどね、この辺りですね。はい、まあとりあえず一番来てほしいのは S ランク持ってて極みではない、選手来てほしいです。はい、それではまずは A ランク自チーム契約書3枚いきますね。1枚、どこにあったかな、2枚、3枚ですね。はい、S ランクを持ってて極みではない選手、まあ田島選手とか、そうですね、ヒゲンス選手あたり来てくれると非常に嬉しいです。いきます。 A ランク自チーム契約書3枚お願いします。来い。さあ、限界突破できる選手来てほしい。さあ誰来る。1発目、佐野選手。佐野選手はね、覚醒用も含めてもう称号用も名前かもってますね。まあまあいいです。はい、限界突破できる選手お願いします。ヒゲン選手来た。よし、ヒゲン選手シリーズ1ですね。これでヒゲン選手、トツ3までいきますね。 A ランク3枚ありますので、はい、よかったです。最後、限界突破できる選手お願いします。足立選手、まあ、足立選手はね、 S ランクは持てないんですけど、これで A ランク確か4枚目やったと思いますね。まあまあいいです。はい、いいですね、ヒゲン選手来ましたんでね、よかったですね。はい、それでは、A ランク自チームミキサーも3回いきたいなと思います。はい、間違わないように下からいきますね。1、2、3、4、5、そうですね、限界突破できる選手来てほしいです。いきます、1回目、お願いします。さあ、ヒギンス選手ね、まだ来てもらってもいいんでね、田島選手とかね、そのあたり来てほしいなと思ってるんですけども、あと山崎選手、限界突破できる選手来い。さあ誰、山崎選手来た。よし、いいですね、これで突4までいきますね。 S ランクシリーズ1、S ランク持ってますね。 A ランクこれで4枚目です。はい、よかったです。いいですね。はい、よかったです。それでは、2回目ですね、ここからいきましょうか。ここからですね、1、2、3、4、5、はい、限界突破できる選手来てほしいです。お願いします。来い。さあ、ヒギンス選手、あとまあそうですね、田島選手、山崎選手まだ欲しいですね。あと1枚欲しいです。来い。さあ誰、平野選手。これ平野選手はね、僕これでね、 A ランク6枚目ですね。で S ランク持ってないんでね、まあ、ぜひ今度の S ランク欲しいなと思います。はい、これで A ランク6枚目になりましたね。まあまあいいです。はい、それでは A ランクチームキサー最後ですね、いきたいなと思います。どこからですか、森選手から。はい、この5までいきます。限界突破できる選手来てほしいです。お願いします。来てくれ。
さあヒギンス選手、あとそうですね、田島選手、山崎選手、この辺り来てくれると嬉しいです。あ、富山選手も来てほしいです。来い山崎選手、これで極めになりますね。よっしゃ、いいよはい、よかったです。これで、A ランク5枚になりましたんでね、 S ランク1枚、 A ランク5枚ということで、これで極めになりますんで、これ良かったですね。はい、良かったです。極めの選手また一人増えましたね。はい、良かったです。まあ一応今回合計、A ランク自チーム契約書が3回、 A ランク自チームミキサー3回やって、山崎選手2枚で、ヒゲン選手来たも嬉しいですね。はい、良かったですね。良かったです。はいはい、今回こんな感じですね。まあ A ランク自チーム契約書3枚で、A ランク自チームミキサー3回やってね、まあ結構欲しい選手それなりに来たのっていう感じはありましたんで、良かったかなと思います。明日からね、消費スタミナ2分の1ありますんで、そのあたりでまたね、あのレベルマックスにして、限界突破させていきたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。